この夏の夏アイシャドウ選びのポイイントっていうところからいきますアイブロウもそうでしたけどノウハウやり方もメイクではとっても大事なんですけど一つ知識として必ず身につけておくといいのが物の選び方なんですねこの季節にはどういうシャドウを選べば一番きれいなのかなって例えば冬だとこういうタイプのシャドウ。 夏だとこういうタイプのシャドウっていう風に温度とか湿度に合わせて使うアイテムを変えればいつもと同じやり方でも化粧持ちって一気に良くなるんですよ、はい、なのでそのアイシャドウ選びのポイントを伝えていきます夏のアイライン選びのポイントってありますけどこれもね冬また変わるんですようん季節で肌の状態が変わるからなんですけど夏のアイライン選びのポイントは ジェルルタタイププでウォータープルーフ。前回少しウォータープルーフのお勉強しましたねなんかお湯落ちとウォータープルーフって何が違うのみたいなのをやりましたけど今回ウォータープルーフにします。で、えー、まつげが増えたような増毛アイライランというのを今日はやります。リキッドじゃなくてまずはジェルで増毛アイラインうんまつげをこう増やして見せるっていう点で塗るっていうテクニックです。点で塗る。アイライランは線じゃない 点でで塗りましょうっていういテククニックですねこれあの毛先を当てて、えー、回転させ1周させるっていうイメージです。でやるとムラなくブラシの毛先につくのでいいですね軽くこうやって1周させる感じそうするとムラなくこうついてくれる。で横とか動かすと一定方向にしかつかなくなるので丸で動かすのがポイントですね。 で、さっきもなんか笑い笑い話的でしたけど、刺すとそこから空気が入って乾燥しやすくなるんです。ブラシの先端を一回軽く回すぐらいつけます。これぐらいです。一度手でなじませて。目まぶたのへこみのところ、ここを軽く押さえて、左右にブラシを動かして塗っていきます。あとは中を塗りつぶします。 これも好みの濃さになるまで繰り返します。左右に動かして中を埋めます。これも先端に軽く取って。ティッシュか手の甲でなじませて、目頭から塗っていきます。上見てください。 目頭から黒目の。内側ぐらいまでが光れば OK です。見開けてください。綺麗。これはレフ板アイシャドウって言って塗ると。この上からのライトをこうキラキラって反射させてくれて、すごく目が生き生き輝いて見えるので。目頭側に入れておきます。はい、あ、全然右と左で違うので、よかったら、あの。まりこさん、こっちビフォーで。 アフターで見せてあげてもらっていいですか。こっちがアフターで美貌。